ユズ、ライム、二人ともどうして？わからない。ひょっとして消えなくてもよくなったんじゃ？そんなこと絶対にない。ライムたちが消えないってことは、この戦いが終わってないってこと。そして、世界が元通りにならないってこと。どうして、どうしてユズたちが消えないの？ひなこちゃん！サナエ、サラサ、どうしたの？大変なの！学校のみんなが消えていってるの！え？そんな、どうして？見て！あれ！あれは、研修？でも、どうしてまだ残ってるの？あれは、顧問の化身、ダート。よくぞ勝利した、小さな欠片たちよ。感謝の意を示そう。どういたしまして。その問いに答えよう。我は前の戦いより人の思いの力を糧に戦うことにした。それこそ最も力をエーテルエネルギーを生み出すと考えた。事実、前の戦いではたやすく勝利を収めることができた。そしてこの世界を人の住みやすい環境に変えた。人の数が増えればより強いエネルギーを得られると確信していたから。しかしそれが誤りだ。この戦いで認識した。え、どういうこと？100万年前、人の数は少なかった。思いの力、絆は強かった。過酷な環境で生き延びるため、お互いのことを強く強く思っていた。その力を使い戦いに勝利した我は世界を人の住みやすい環境に変えた。数を増やし、より強いエネルギーを得るためだ。そして人はこのわずかな間に途方もなく増えた。しかしそれによって人は変わってしまった。複雑な生き方をするようになり、あれほど強かった絆は恐ろしく希薄なものになってしまった。私たちの思いが、絆が薄いっていうの？そうだ。今回は何度も他の原種を追い返すことしかできない時があった。非常に危うい勝利。
我は考えた。次の戦いで負けないためにどうすればいいか。そして答えを得た。人は一つにまとまるべき。人の意識をすべて集め、長い時間をかけ一つに融合させる。そんな、人間をやめろって言うの？いいな。人はこれからも続く。これは続けさせるための決断だ。今までとは違うステージへ。新たな一歩を踏み出すだけのこと。一つになればお前の苦悩は消える。誰とも別れることなく、お前たちはずっと一緒にいられる。一緒に。これは弱いお前たちを守る手段でもある。リフレクターになる前、お前は弱かった。死んでいるように生きていた。あの時のお前だったら拒絶しなかっただろう。また、同じように打ちひしがれる時が来ないとは限らない。我はお前のような弱いものを守りたい。これから先もずっと私のような。今からでも願うといい。新たなる一歩を。それでこの戦いの勝者が得るものが本当に決まる。私の願い、確かに二人と別れなくて済むかもしれない。争いもなく、みんな一緒にいられるかもしれない。叶わない願いに苦しむこともないのかもしれない。でも違う。ひなちゃん、ひなちゃん。そんなの間違ってる。確かに人の心は弱い。みんな裏表がある。お互いを傷つけることがある。そして失うことも。でもだからこそ絆を大事にするの。繋げたいと、しっかり守りたいと思うの。その過程がない関係なんて、与えられた絆なんて意味がない。そんなのはダート、あなたの願うその一歩を私は願わない。ひなちゃん。ならば我を倒すか。お前にはまだその力がある。しかしこの戦いの勝者はいなくなる。他の原種が出てくるだろう。それこそ人の世界は滅ぶ。いいえ、倒さない。すると私はリフレクター、あなたを跳ね返す。面白い。ならば示してみよう。お前たちの絆の力。いや、お前たちの力。まさかこんなことになるなんてね。二人とも、ごめん。謝らないで。むしろ、嬉しかった。うん、見せてあげよう。人間の力を。うん。二人とも、行くよ。
行くわよ。よし、これからだよ。
いけー、今助けるから。戻ったよ。ここからが本番だよ。戻ってきたわよ。次こそ。行くぞ。
オーバードライブのチャンス。お願いね。守ってみせる。これで安心よ。
決める。もう少し解放するぞ。攻略法は見つかった。食らいなさい。行くわよ。よし、えい。そうか、私をも跳ね返すか。
小さきかけらよ、我が身を映す者よ、お前のことは忘れない。いつかまた会うだろう。終わった、終わった。あー、このままひっくり返りたい。制服汚れちゃうよ。ほら、ひなちゃんもこっち来て。え、いいから。子供の頃からよく二人でこうして背もたれ座りしてたんだ。どこでも座れて楽なの。でもどっちかが立つと残った方はひっくり返っちゃうんだけど、今は三人で。ひなちゃん？消えちゃうの？うん。でもね、大丈夫。ひなちゃんは、大丈夫。記憶が消えちゃうから、寂しくないよ。忘れない！絶対、忘れないから！ひなちゃん、ひなちゃん。あれ？私、なんでこんなところにいるんだろう。これでもう大丈夫だね。うん。世界は守られた。ダイムたちの役目は、これで終わり。終わりの、本当の終わり。そして、始まりの始まり。頑張ったね。うん。ユズは頑張った。ライムも頑張った。やっぱり、怖いね。うん。でも、大丈夫。ライムたちは、これからも一緒。ずっと、つながってるから、あの世界で。うん、そうだね。ひなちゃん、忘れないよ。どこで手に入れたか、もう思い出せない指輪。お守りくらいにと思って、
つけてきたけど。ひなちゃん。ゆず。ライマン。そうだ。私は願った。最後に、心から願った。絶対に、忘れないって。Thank you.
ー。